リー拙者と証明者の貸し出しについて、要請をいただいたわけでありまして。1700前後、俺の背の丈で1750、俺の 目の位置ぐらい。ああ重たいからね、溶けたり空気中の水分入ったりしてるからね、雨は降ってないんだけどね。間口の広い家はやっぱり大変重みがみんなかかるから、すぐ今度排泄始まるの。だから2日間で下ろさないと、あとは今度みんなすぐ、これも決められた時に下ろさないとね。非常にありがたいですよ。だって大昔なら何日間か車ねダメだったですからね、通れなかったですからね。それがもうそのダンプと排泄の機械でスムーズになったから、せいぜい1日2日我慢すれば車通れるようになったから非常に助かりますよ。我々ここら辺のね商店街とすればね、非常にいいことだと思いますけどね。確保のために全力でこのロータリー車を活用させていただきます。ありがとうございます。
も病人が寝たきりの病人もいるから何かあった時救急車も来てもらえないっていうような状態なんで、まあどうにかね一日に一回ぐらいきちんと掘ってほしいんですけどね。捨てる場所がないんでどんどん溜まり、今屋根も雪下ろせない状態で、落としても片付ける方法がない、だからどうにもならないって状態なんですけどね。ですけど今日何か来てくれるようなことちょこっと聞いたんですけどもね。